カタールへやってきました、佐藤久人です。しっかり、言葉で伝えていきたいと思います。また今日、トレーニング後には、後輩でもある浅野選手に、直接、インタビューすることができますので、ぜひその辺もしっかりいろいろと、聞いていきたいと思います。オッケー、じゃあ日本行こう。じゃあいいよ、そういうのは。おい、ちょうだい。